君は時の涙を見る。はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、こちらロボット魂機動戦士ガンダム逆襲の者ベルトーチカチルドレンからナイチンゲールですね。はい、こちらがプレミアムバンダイで出ました。こちらねスペシャルカラーとなってまして、前回のものは、まあ、私ね動画でアップしてますんでね、私のチャンネル名からね、探してご覧いただければと思います。はい、それの今回はね色違いということでね、まあ、カラーリングがかなりメタリックになって模様とかそういうのも入ってるのかな、こういうの入ってたかな、うん、そこちょっと記憶にないんですけどね、結構頻繁にね棚の入れ替えするんで、前のやつはね、ガレージにしまっちゃいました。はい、なのでね、ちょっと比べようがないんですけれども、はい、とりあえずね新鮮な気持ちで今回は新たにこちらを開封して見ていきたいと思います。でね、まあ、私がこれを受け取った日はね、地元の横浜ですね、横浜にエディオンができまして、そちらがね開店記念としてね解体商機のサザビーをね、抽選で50名様、抽選で50名にプレゼントしていたんですけれども、いやこれがね、自分もね動画見てもらえば分かるんですけど、解体商機のサザビーは持ってないんですよ、なのでちょっと欲しい気持ちはあったんですけど、若干ちょっと心配もあってね、いやこれ何人来るんだろうっていうね、何人来たうちの50個なんだろうっていうのを考えたら、ちょっと躊躇しまして、当日にちょっと行くのをやめたんですけれども、結果ね X とか見るとね、転売ヤーがすごい群がってたらしいです。はい、なんか2000人以上、2000分の50とかですからね、確率が、まず当たらないよねそれ見て、あよかった行かなくてと思って、行った労力と交通費とか外れた時の苛立ち、そういうストレスとかも含めてね、結果ほんと行かなくてよかった当たる気しないしね。しかもあれね、すごい良くない輩たちがいたんですよね、転売屋だとは思うんですけれども、そのね抽選券がなんとね、店員さんが管理してなくて、一回もらったら最後尾に並び直して何度でも抽選券がもらえたらしいんですよ、それをねなんかこう X とかで見てて、うわこれ最悪やと思って、だからねそういうのを見てストレス溜めるのもね、バカらしいじゃないですか。だから花から参加しなくてよかったです。はい、なんかね中にはねすごい遠いところ、名古屋とかそういうところからねわざわざ抽選のために来たっていう人がいたんで、いやめっちゃかわいそうと思って、なんか外れたらしいです、しかもその人めっちゃかわいそうと思って、で転売屋とかにね当たるんですよ、なんか一緒に来たであろう二人組がね両方とも当たったのか、なんか、でっけえ箱を持って歩いてるっていうのをね、支えてましたけど、いやーなんかね、しかもね日本語があまりなかったらしいんですよね、なんか中国語とかね、あとベトナム人みたいなのがすごい多かったらしいです。いや完全にもう転売の餌食ですよ。だってあのね19万、定価が19万なんで、で今ねだいたい相場で、35万ぐらい、なので最低でも10万以上の利益が出るんですよ、つまり日給10万ですよね。それを転売屋が見逃すはずがないんですよ。でしかも X にはね転売を助長するようなアカウントのやつとかがいてね、本当ね憎たらしいですね、ということでね、そんな裏で発売されて、届きましたこちらのロボット魂のナイチンゲール、
これをね開封して紹介していこうと思います。ではここからね、開封激闘いきます。ちょっと長くなっちゃいましたけれどもね。じゃあとりあえずねこれ箱の外観をね見てもらいましょう。はい、箱の外観をねぐるりと見てもらいましたがね、もう箱の段階でめちゃくちゃかっこいいですね。高級感がめちゃくちゃいい、溢れてる。しかもねこれ箱がでかいんですよね、いやまあやっぱねナイチンゲールですから、巨大モビルスーツの類ですからね、こう見てもらえば分かりますけどね奥行きがすごいあるんですよ。なのでめっちゃでかい。はい、ということでね早速まあブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、一応ねブリスターの状態なんですけれども、3層構造になっててかなり大きいんでね、ちょっと回してるとバレちゃうんで、バレちゃうって、バラバラになっちゃうんで、一つずつのブリスターなんですけれども、こちらが本体ですね。でっかいね。いやもうこれね、上から見てる感じですよね、正面がこっちですね。でこれが背面になります。まあこんな感じでね、要はこうですね、こんな感じで本体が入ってます。はい、はい、で続いてこちらはね、パーツとかですね、パーツとかのブリスター。いやーこうやって持ってるだけでもねかなりの大きさが感じられると思います。はい、でこちらが台座になりますね。はい、台座と、ファンネルですね、あと支柱補助パーツって感じですということなんでね、では早速組み立てちゃいたいと思います。はい、一応完成しました。まあ一応手持ちの状態でねちょっとお見せしていきたいと思います。まあでかいんでね、いやこれね塗装がめっちゃ綺麗、メタリック、それがめっちゃ綺麗に塗装されてますね。で黒い部分はこれマット仕上げですね、艶消しで、このところどころに貼られてるデカールとかもかっこいい。でこれぞシャーっていうようなね、この金のね縁取りとかこういうのがまたかっこいいんだよね。でこっちのダクト部分は金色ですね、ゴールド。で顔ですね、ナイチンゲールはねもうほんとね体が大きいね、顔がめっちゃちっちゃく感じるんでね、知らない人から見たらどこが顔ってわからないかもしれないよね。いやーこれはすごい。でビームライフルもすっごいでっかいんだよねこれね、方針が長い。一応今回はね必要最小限のパーツしかつけてないです。まあなぜかというとね箱に戻す際にねかなり面倒なんでね、よほどのことがない限りは なるべく必要最小限にとどめて組み立てたりしてますね。台座もこれねすごいね、 MSN042 ナイチンゲールの型式番号ですね。肩のねこのアーマー部分にファンネルがついていると。で背面はプロペラントタンクが3連装、すっごい綺麗。はい、こんな感じですね全体像ね。
めちゃくちゃかっこいいな、やっぱナイチンゲール。サザビーもかっこいいけど、ナイチンゲールはね、なんかモビルアーマーとモビルスーツの 間みたいなね感じなんでね、めっちゃかっこいい。ボリュームがすごいんだよね。はい、という感じでね、今回はロボット魂のナイチンゲール、こちらをね、まあ、前回とただ塗装が違うという感じなんでね、塗装とデカールも違うのかな、うん、まあそんな感じなんで、うん、特にね要所要所の説明は省いてます。まあ、前回の動画とかで紹介してるかな、まあ結構前なんてね忘れましたけれども、まあ、もしよければねそちらの方も見ていただければと思います。まあ、今回はこんな感じで簡単にね、うん、終わらせていただきますが、はい、最後は回転台座に乗せてお別れしたいと思います。というよりね、この回転台座乗ってるんですけどね、いつものね背景だと収まりきらないんでね、このまんま回転させますんでね、はい、ということでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。